街中でそういう場所を探すとなると、日本だと高級ホテルがそうなんじゃないかなと思っています。皆さんこんにちは、スペシャリティ3人です。今日もありがとうございます。もうすぐゴールデンウィークですね。この時期特に日本は気候的にも過ごしやすいですし、外出する機会も多くなる人が多いんじゃないでしょうか。ここ3年間くらいはお出かけが思うようにできない人が多かったと思うんですけれども、今年は規制も緩やかになりそうなんで、ゴールデンウィークに向けて今から旅行やお出かけの計画をしている人も多いんじゃないでしょうか。そんな時に皆さんに知っておいていただきたいことがあります。それは行くだけで運気が上がる場所と運気が下がる場所があるということです。人間にとって元気になるような気や波動の場所と、逆に気や波動が下がる場所とが存在しているということなんですね。パワースポットと逆パワースポットがあるということです。今日はそんな運気が上がる場所と下がる場所の特徴についてそれぞれお話ししていきたいんですけれども、まずは基本となる考え方からお話していきたいと思います。いくら世間的にパワースポットだと言われるような場所だったとしても、人それぞれ体質があるんで、自分の体質に合わない場所というのも実はあったりしますし、逆に世間的には特に注目されていなくても、人によってはものすごく整う場所というのもあったりしますので、後ほどご紹介する運気が上がる場所と下がる場所が自分にとってはどうなのか確認する指標となるものを5つ先にお話していきたいと思います。それでは実際に運気を上げてくれる場所をご紹介する前に、これを感じたらあなたにとってのパワースポットである可能性が高いというサインを5つご紹介します。1つ目は頭の中がスッキリするということ、頭が冴えてくるということですね。2つ目はその場所の話を聞くとなぜだかわからないけどワクワクするということ。反対に言うとワクワクしないところはあなたにとってのパワースポットではないかもしれません。3つ目は疲れが取れるということ、4つ目は心穏やかになるということ、そして5つ目はなんだかうまくいきそうな気持ちになる、自信が湧いてくるということです。なぜかわからないけどそんな気がするという、いわゆる頭では説明できない感覚は潜在意識からのサインですので、この5つの感覚を感じた時、あなたにとってのパワースポットである可能性が高いです。僕の実体験を言いますと、僕は海よりも山に行った時の方が実は元気になります。海も癒されるんで大好きですし、旅先でビーチがあったら進んでいくんですけれども、なんだかわからないんですけど、僕の体質的に山にいる時の方がシャキッとするし、頭も体も明らかに元気になるような感覚がするんですね。なので、自分は誰が何と言おうと、別にパワースポットとかそういうふうに言われていない山であっても、機会があれば登ったり近くに行くようにしています。ということで、この基本は押さえた上で、ここからは運気が高まる具体的な場所について4つご紹介したいと思います。1つ目はよく掃除されている場所です。なぜ神社がパワースポットだと言われているのかというと、それは徹底的に掃除され清められているからに他なりません。神社ほど掃除され清められている場所は他になかなかないかもしれませんけれども、お店でも建物の中でも入った時によく掃除が行き届いているなと感じる場所ってありますよね。そういう場所は気のいい場所と言えます。街中でそういう場所を探すとなると、日本だと高級ホテルがそうなんじゃないかなと思っています。これ結構国によっても傾向が違ってですね、海外だと5つ星だったとしても日本よりかは掃除されていないよなと感じるようなところもあるんですけれども、日本国内の5つ星ですと、まあ綺麗に掃除されていていい匂いがするということも多いですね。ということで、気分が落ち込んだり最近なんか調子良くないなと感じられている方は、綺麗に掃除された場所に行くようにしてください。2つ目は自然が多く、鳥のさえずりや川の流れの音が聞こえる場所です。こういう自然の音は聞くだけで体調が良くなったりと、科学的にも整える効果があるということが分かっています。そんな自然の中でも特に鳥のさえずりが聞こえるところはいい気が流れている証拠だと言われています。まあ、鳥が集まってきてくつろげるくらい波動が高いということですね。3つ目は一流のサービスが受けられる場所です。一流のサービスを受けるようになると、自分は丁重に扱われる存在なんだというセルフイメージもなっていきます。自分のことを雑に扱うことって一番運気を下げますので、ぜひご自身に一流のサービスを受けさせてあげてください。さっきのホテルなんかもそうなんですけれども、その他にも空港のラウンジですとか、飛行機でもワンランク上のクラスですとか、思いや細かな気配りが感じられるものやサービスって気持ちがいいんですよね。余談ですが、お子さんがいる方にとってもこういう一流のサービスを受ける経験をさせるっていうことはすごくいい教育になるんじゃないかなと思っています。お子さんがいる方はゴールデンウィークにぜひご家族で一流のサービスに触れてみてください。
4つ目は流血です。流血とは日本全国に流れる流脈と呼ばれているエネルギーの流れの上でエネルギーが噴出している場所なんですけれども、具体的には富士山、高千穂峡、屋久島、伊勢神宮、出雲大社、厳島神社、貴船神社、あとは室生流血神社が有名です。それから備前流血と呼ばれている場所もあるようなんですけど、これについては実際どこにあるのか謎ということで僕も知らないので、もしどこにあるのかご存知の方がいらっしゃいましたらこっそり教えてください。では次に避けた方がいい場所についてもお話ししたいと思います。運気が上がるパワースポットもあれば、絶対に寄りつかない方がいい場所、波動がだだ下がりする逆パワースポットもあるんですね。僕自身も経験があるんですけど、こういう逆パワースポットに行ってしまうとメンタルの不調や謎の体調不良が起きてしまう人もいますので要注意です。一つ目の逆パワースポットは電磁波が多い場所です。電磁波は睡眠障害や頭痛など体の不調のみならずメンタルにも悪影響とされています。電磁波が多い場所は繁華街、なんとかツリーという風な名前がついている建物、そして観光地など人混みが多い場所、それから電波塔の近くやブレーカー室などが挙げられます。飛行機の中も結構電磁波が強いようで、一説には飛行機に乗るとそれだけで疲労してしまうのは電磁波のせいだとも言われています。僕も頻繁に飛行機に乗りますので、乗るときは電磁波対策として電磁波カットシートを体に巻いたりしますし、気になる人は電磁波カット下着を購入されてもいいんじゃないかなと思います。2つ目は昔留置所や処刑所があった場所です。そういう場所には人々の苦しみや恨みの念が漂っているという説もあって、最近では脳は受信機の機能を持っているということも解明されつつありますけれども、そういう念を脳が受信して波動を下げてしまうという考え方もあります。3つ目は人混みや人口密度が高い場所です。僕なんかは人混みに行くと一気に疲れてしまうんで極力避けているんですけれども、スピリチュアルなんかでは人の念が渦巻いているからと言うんですけれども、科学的にはですね、これは頭の中の情報処理が関係していると言われています。人の脳は外部からの刺激に自然と注意が向いてしまう習性があるので、人混みだけでなくごちゃごちゃした場所やゴミが多く汚い場所に行くと調子を落としてしまうというのは自然なことなんですね。実は人混みやゴミ問題を対策して街の景観を良くすると、それだけで犯罪率が下がるということも分かっています。これもあながちバカにできない話だなと思います。4つ目は手入れの行き届いていない神社です。実は僕は数年前、山奥にあるあまり手入れのされていない神社に行ったことがありまして、その時から背中が痛くなったり重くなったりするようになったことがあります。マッサージなんか受けても全く改善しなかったんですけれども、おかしいなと思ったんで除霊してもらったら、それですぐ良くなったんで、それからは綺麗に整えられた神社にしか行かないと決めています。詳しい人に聞いたら、神社は神社でも荒れたところや手入れされていないところには変な低級霊がいることもあるんで要注意ということでした。皆さんもぜひ注意してみてください。最後5つ目はパチンコ屋さんや夜のお店です。こういった人の欲やエゴ、恨みや嫉妬の念が渦巻いているような空間ではまともな精神を保つことが難しいですから、もちろん好きな人がいるのは重々承知で言うんですけれども、こういう場所は決して運気を上げるような場所ではないと思います。ということで、いかがでしたでしょうか。ゴールデンウィークどこでどうやって過ごすのか、様々ご予定あると思うんですけれども、どうせだったら気分が良くなったり運気が上がる場所で時間を過ごしたいですよね。今日は運気の観点から行くべき場所と行ってはいけない場所についてお話しさせていただきました。今日の動画が役に立ちそう、面白かったと思われた方はぜひいいねとチャンネル登録もお願いいたします。では今日も最後までご覧いただきありがとうございました。スピーチャーリッチ3輪がお届けいたしました。あなたの大成功をお祈りしています。